九星気学、九星の特徴、一泊水星の人、独立心が強く、運命の方向としては起業家タイプです。始まりの星ですので、発想も自分流の独自性を持っています。自分の都合のいい方へ考えがちな傾向もあります。水は切っても切れないので、つかみどころのない人が多いです。水の勝利はお金で、数学、数理、統計、経理面に強いです。自分をさらけ出すが、実につかみどころがありません。長所は水ゆえに、人に潤いを与えます。人物としては温厚で、社会性に富み、旧姓中最も人に好かれているというふうに言われています。その長所をどれだけ活かせるでしょうか。この星の人の開運ポイントになるでしょう。時刻土星の人、何事につけても寛大な精神力を持ち、他人が辛く苦しいと思える環境にも抜群な忍耐力で耐えることができます。この長所は短所にもなり、苦しさ辛さをあまり感じないため、ついつい現状維持に満足しまいがちです。いかに現状に満足せず、向上心を持ち続けることができるのか、それが本来この星の人の特性であります。そして精進努力を発揮することにそれがつながります。精進努力の習性を身につけた地獄特性は、向かうところ敵なしになります。なぜなら他のいかなる星より忍耐を苦にすることはないのですから。三碧木星の人、エネルギッシュで若さあふれる星、人生早い時期に社会で大活躍の可能性が高い星です。何事においても人生実にスピーディー、人生早い時期に成功した後、その早い成功をいかに持続させるかがポイントです。中年期から晩年期は人材をいかに育て登用するか、そんな人生プランが特性に合ってると思います。若い時期に得た珠玉の経験を晩年いかに次の若者に継承していくのか、そこが実り大きい晩年か寂しい晩年かの境目になるでしょう。あとこの星は短期集中で秋っぽい傾向があり、三碧の慌て星とも言われています。そして三碧のちゃっかり星とも言われ、三碧の人と四緑の人とが食事に出かけると食べるのは三碧、払うのは四緑になり、三碧に四緑はしてやられるそうです。